あ、テスト、テスト。あ、ああ、フォロワーは2000冊。あ、マイクテスト、マイクテスト。アリサベイです。あ、マイクテスト、マイクテスト。ああ、アリサベイです。テスト、マイクテスト。ああ、アリサベイです。あ、マイクテスト、マイクテスト。ああ、アリサベイです。あ、マイクテスト、マイクテスト。あ、アリザグレーテスト。回りました。はい。はい。で、今回は、さやまさんのコメント欄を振り返りたいと思います。はい。さやまさとる一点事変を語る、丸一、さやまさんは長州さんの強さを感じてたと思います。学校、カメラ、閉じ。の回のコメント欄ということですね。はい。皆様のコメント、コメントから。じゃあこれ私あの上から読み上げていきますので。はい。で、ちょっと一回、評価、並べ替えを、はい。評価順にしていただいてもいいですかね。はい、ちょっと最近マイクの、調子が悪くて皆様にご迷惑をおかけしておりますけど。それマイクのせいっていうことですね。マイクのせいです。はい、まあマイクのせいですけど、ちょっと今調整中です。いろいろと。はい。はい、いずれにしろマイクのせいだということが言いたい。マイクを用意している僕が悪いんですけど。あ、大人ですね。はい。いや素晴らしく、でもそこはね、今、いろいろね、試してみたの。先週も、はい、その有線のマイクにしてみたり、はい、マイクの種類を変えたり、うん、1、1、2、3、4、5、5種類ぐらいこのワイヤレスマイクを持ってるんですけど。差し詰め、マイクマニアじゃないですか。はい。いろいろチェックはしてるんですが、まあ、充電不足だったり、漏電バッテリー漏電したらまずいですよ。バッテリーの問題だったり、はい、マイク自体にね、うん、多分、なんかもろもろ、まあ、ボロボロのチャンネルということで、ね。はい、ボロボロチャンネル。マイクはダメだし、タイマーは押さないし。はい、ボロちゃんということで。はい、ボロちゃんで。はい。ちょっとまあ今回もマイクの調子悪かったらすいません、ご容赦くださいということで。あ、それでこう手で持ってるわけですね。マイク。ちょっと試しにやってみようかな。なるほど。はい、大丈夫ですか？変わりましょうか？何をですか？こっち座るってことですか？いや、違います。私がマイクをそういうふうに持って、はい、こっちのマイクの方が調子良かったじゃないですか。はいはい、一度試してみたときは。はいはい。私が使ってるマイク。まあ5回ぐらいマイクチェックしましたけど。はい。いや、大丈夫です。この年でこんなにマイクチェックしてる人はね、あんまりいないと思いますよね。そうですね。大丈夫です、大丈夫です。一体何をやってるのかな。ちょっと一回止めて確認してもいいですか、はい、確認しますか、はい、はい。回りました。大丈夫そうですね。はい。おそらく大丈夫だと思います。もしダメであればコメントでまたいただければと思います。はい。じゃあ早速。いきます。はい。はい、ワールドビューティフルさん。しかし、さやまさんはいろいろな顔があるよな。一時代に本当に活躍をされたと思う。マンブー池田さん、田村さん鋭い意見ですね。これは何の意見に関してですかね。佐山さんは長州力の強さを感じてたと思いますというタイトルになった意見へのコメントですかね。はい、この回の内容を覚えてます？田村さん鋭い意見ですね。あ、ナイス返しですね。おそらくですけど。はい、ちょっとごめん、前置きが長いんですけど、はい、我々こう何回も収録してるじゃないですか。はい、で、取りためて、はい、で、どこで何喋ったかっていうのが、言われたら思い出しますけど、はい、どこで何を喋ったかっていうのもちょっともう整理、整頓がつかない状況だと思うんですけど、うん、はい、僕はこの回は、割と記憶に残ってる方ですか？この田村さん鋭い意見に対してですけど、うん、おそらくですけど、佐山さんと長州さんが新日本プロレス入門されて、同じ山口県出身ということで、はいはい、で、年齢も、その入門日も、まあ、ほぼほぼ2年違いぐらいですね。そうですね。はい、で、その時、まあ、新日本プロレスの道場では、しっかりその、決めっこセメント、の練習をされてたと思う。はい。で、佐山さんもレスリング出身、長州さんもレスリング出身。うん、で、その中で道場での、そういう決めっこの、ガジンコの練習を、佐山さんが長州さんとやって、長州さんが、長州さんの強さを身をもって感じてるんじゃないか、っていうな風な喋り方をしたと記憶してます。はい。で、それに対しての、うん、鋭い意見ですねというコメントだと思うんですが、はい、
次のコメントに移ります。はい。モデル専門結婚相談所さん。はい。田村さん、いつまでも若々しいですな。練習まだしてる感じですね。うん、はい、練習、はい。昨日もしました。昨日も。昨日は、デッド、背中系やりました、ね。うん。で、おとといが、肩。はい。あ、昨日は背中系やって、打撃のスパーリングやって、はい、おとといは、肩ですね。うん。肩、バックプレー。違うな。日曜日だ。もういいや。はい、ごめんなさい。イエガーさん、うん、長州力は後にも先にも俺が本当に驚いたのは藤波と佐山だけって言ってますね。ああ、長州さんがこういうふうに言ってたことがあるんですかね。どういうことなんだろう。まあその身体能力っていうことなのか、うん、プロレスラーとしての存在感っていうことなのか、うん、まあでも藤波と佐山だけっていうのが、まあもし本当だとしたら、はい、身体能力のことですかね。どうなんでしょう。まあ、うん、長州さんが藤波さんのことを評価するのはすごくわかると思うんですね。うん、もう、1980年代に、藤波長州名勝負風を打ったで、はい、ライバルとして、うん、しのぎを削った仲なので、はい、まあそこはわかるんですけど、佐山さんはやっぱり、あまり試合、公式試合では絡みがなかった。はい。記憶ですけど、うん、やっぱその辺は見た目だったりそういう身体能力なんですかね、うん、客観的に見て、うん、まあ、あるいはプロレスラーとしての総合力というか、うん、そういう点を指しているのかもしれないですけどね。まあそれにしても新鮮な意見ですね、これは。うんうんうん、はい。で次はポンタさん。80年代の新日本のコテコテのファンだった俺、うん、95年の新日本とユーインターの対抗戦を拒否した田村さん、うん、その田村さんが藤波長州名勝負数え歌や初代タイガーマスクなど、うん、新日本の黄金時代の話をしてくれるのは嬉しい。あの時は新日本が嫌いなのかなと思ったから、うん、長州対前田もですが、長州対田村も見たかったですね。うん、という意見です。うん、長州前田、どういうことだ？長州前田も見たかったけれども、長州対田村も見たかったと、うんうんうん。このポンタさんの希望。ご希望はということですね。ああ、うん、長州前田さんは2試合やってますよね、シングルで。1個サソリ固めで、レフリーストップか、はいはい、ドクターストップか、レフリーストップか、はい、になった試合。あ、1試合だけか。1試合だけだと思いますね。あ、1試合だけですね。はい、あ、全然、1試合だけですね。ですよね。これちょっと、ご覧いただいてる方に教えていただいて。あ、1試合だけだ。そうだ。うん。一試合ですね。だから、まあ、まだ前田明さんが、その格闘王って、うん、呼ばれる前の試合ですから、ね、うん、格闘王になってからの長州対前田が見たかったという意味合いかもしれないです。はい、IWGP のヨーロッパ代表で、はい、うん、それは83年とか、2年とか、4年とか、はい、それぐらいの話だと思いますけど。その時ですかね。はい、もう記憶で喋りましょう。うん、そうですね。確かね、5対5の、綱引きマッチかな何か。ああ、そっちか。綱引きじゃなかったかななんか5対5だったような記憶がありますけど。これ完全に記憶だけで喋ってますので、もし違ってたら申し訳ないですけど。あれ、IWGP って前田さん出ましたよ。ヨーロッパ代表で。出ましたよね。はい。で、その時長州さんと会った。いや、その時はね、長州さんは、ね。違うのか。うん、じゃあその綱引きの時ですかね。だと思います。綱引きだったかどうだったかちょっと記憶がおぼろげなんですけれども。IWGP、前田さんはヨーロッパ代表です。ヨーロッパ代表で。イギリス代表です。ヨーロッパ代表です。ヨーロッパ代表ですね。はい、これね、ライガーさんと前田さんが対談された、うん、ライガーさんのチャンネルだったと思う。YouTube。はい。はい。で、ライガーさんがその、もう昔、前田さんとの、うん、まあ、寮長時代の話とか、うん、はい、お話をされてて、はい、で、前田さんが、IWGP のイギリス代表で帰国された時に、みたいな話を思い出振り返った。したら前田さんから、うん、ヨーロッパや。ああ、すごい。ヨーロッパ代表や、みたいな。ライガーさんよりもその時は前田さんの記憶が鮮明だったっていうことですね。感じて、うん、怒られてたのをちょっと記憶してます。うん、ああ、ヨーロッパ代表でしたね。うんうん、欧州代表ですね、はい。だから僕もちょっとヨーロッパっていうふうな表現。なるほど。怒られたくないので。はい。はい。
95年の新日本とユーインターの対抗戦を拒否した田村さん、うん。あの時は新日本が嫌いなのかなと思ったから。はい、その80年代の新日本黄金時代の話を田村さんがしてくれるのは、はい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 、非常に嬉しいという、なるほど。コンタさんの意見なんですけど。はい、もう今これでもね、はい、ざっくり今、まあか、まあいろいろそれぞれ選手の思いはあるんですけど、はい、僕目線で言うと、まあ、どうしました？なんか。あ、いえ、気にしないでください。何ですかね。失格ですか？今、カーンって音になりましたけど。もう喋りなさらずに。はい。NHK ののど自慢で一回カーンってなるともう終了じゃないですか。はい。まあ、ユーインターが、ちょっとまあ、勢いがなくなった時に、まあ、新日本の対抗戦が、その、浮上したと、うん。はい。で、その中で、僕の記憶です、ね。はい。今まで宮さんがユーインターを引っ張ってきたんです。うん。もうマッチメイクです。はい。で、僕はその宮さんのマッチメイクは素晴らしいと思ってて。うん。で、その時ね、もう、ユーインターもぐちゃぐちゃで、宮さん抜きで会議をしたんです。はい。それは、宮さんにユーインター、新日本との対抗戦をやると、これ想像ですけども、宮さんは反対するだろう。うん。で、その宮さんは主軸をもう外して、うん。こう、若手と、そのフロントの幹部で話をして、はい。で、僕はその時に、そのテーブルの席に、あ、じゃあもう、選手個々で判断。まあ、いろいろ、まあ、会社としての方向性だったりあると思うんですけど、まあ、新日本との出場するしないは、個人の判断に任せていいんですかって僕意見は、その時に伝えたんです。はいはい、で、まあ結局蓋を開けてみたら僕だけ出なかったっていう、うん、それだけの話。まあ、宮戸さんもね、出ましたけど、ね、はい。だから宮戸田村が外されたというふうには見えましたよね。その時は。はい、はい。はい。まあ外されたというか、進んで出なかったという見え方も当然あると思うんですけど。これ、宮戸田村がいたユーインターと新日本の対抗戦があったらって考えると、これはこれで面白いんですよね。ああどうマッチメイクが変わって、ね、どう変わっていったのか、うんうんうん。これもね、想像すると面白いんですよ。面白いですね。はい。はい。だから、あ、ごめんなさいね。はい、まあ、なんかいろいろ噂されてますけど、僕最初から選手個人で決めた方がいいんじゃないですか。うん、で、僕はあまり出る意思はもう半々だったんですけど、はい、半々あまり深くは考えてないです。うん、でも結局蓋を開けてみたらみんな出るっていうので、うん、あ、じゃあ僕出ない方がいいかなっていうところで、うん、話が進んでって。ちょっと待ってください、今。はい、同じこと言ってますよね。いや、みんな出るって言ったんで、うん、じゃあ僕出ない方がいいかなっていうのはこれどういう意味ですか？あ、結局その後に、はい、なんか一人こう、面談したんらしいんです、うん。出るか出ないかっていうことも含めて。はい。はいで、まあ、みんなは、まあ、出る意思を伝えて、うん、で、結局、後に僕だけ出なくなったので、はい、あ、じゃあ僕はもう出ない方がいいかなって考えです。だからもう、新日本のマッチメイクとか、そういうのは、もう一切もう、もうそれ以前の話だったってことですね。はい、はい、そうです。はい。まあ、これ、宮戸さんが、ユーインターに、中心軸にね、うん、まだいたとしたら、うん、これ、交渉もね、割と違った展開になってたかもしれないですね。いや、全然違ってますね。うんどうですか、どういう交渉だったと思いますか。まあ、宮戸さん、田村さんが抜けたというか、うん、出なかったメンツの中での交渉というのは、うん、もう新日本主導だったと思うんですよ。はいはい。わかりやすく言うと。はいはい。もう長州、長島ライン。はい。その当時のですね。長島の親父、長州さん、それから坂口さん。うん。たちが、ユーインターを、ある意味もう、うん死に体のユーインターを手玉に取ってるかのようなイメージだったんですね。そこに宮戸さんと田村さんがいたとしたら、これはちょっと展開が変わったかもしれない。まあ、うん、僕はちょっと置いといて、その交渉の窓口に宮さんがいるっていうのは非常にやっぱ心強いですね。うんうん、だからまあ、ある意味、50-50 で交渉ができたように、はいうん、まあ、友人さんがおっしゃるように、僕もそう思います、うん。ただ会社として、組織として、うん、もうかなり勢いを失っていた時期なので、はい、交渉そのものがガラッと変わるということはなかったかもしれませんけど、うん、結構ね、もっと緊張感のある、うんうんうん、交渉になってたんじゃないかなと思いますけどね。はいはいはい。うん、
もしかしたらやらないっていう選択肢もあったかもしれないですし。いや、やると思いますよ。そうですか。新日本も新日本で、うん、その当時、まあいろいろ事情があって。はい。ユインターはユインターで事情があったので、うん。そうですね。うん。やってたと思います。ただその交渉が、大丈夫ですか？どうしましょう。あ、電源が。パソコンがですね、今画面が。はい。落ちました？落ちたので何かなと思ったらコンセントが抜けてました。大丈夫ですか？充電がもう、はい、バッテリーがダメですか？バッテリーはね、そもそもないんですよ。私のパソコンは。あ、もう、バッテリーがもう機能しなくなったら外しちゃったんです。はい。まあ、じゃあ直につけてる、ね。直につけてるんです。はいはいはい。それはコンセントさしてなかったら切れますね。そうですね。はい。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。これで引っ張ります？ちょっと。今回。これで。対抗戦で。これで。これで。これで？はい。タバコをやめました。私はこれで会社を辞めましたじゃないですか。会社を辞めました。おそらく。禁煙パイプの CM ですね、はい。ちょっと引っ張っていただけますか？今私画面が出てきてないので。どういうことですか？マイクの不調に続いてパソコンの不調が出てきましたね。人生いろいろありますね。いや、でもそんなもん記憶で喋ればいいじゃないですか。いや、次のコメントが見えないんですよ。ああ、なるほど。はい、ああ、そっかそっか。はい。いや、次のコメントもういいですよ。いいんですか？うん。はい、もう今、立ち上がるの時間かかるでしょ？もう見えてます。あ、見えてるんですか？もう見えてます。あ、なるほど。見えてますよ。どうします？次行きます？一回もう15分。あ、また見えなくなっちゃった。ちょっとじゃあ切りましょうか。もう切ります？ね、じゃあちょっとこのコメントに対して、はい、あ、僕ね、新日本は大好きです。うん、大好き。その、はい、1980年代、清志少年の時は、すごい好きで、はい、で、こちらの業界に入って、1988年ですね、はい、7月に UWF 入門したんですけど、うん、もうそこから、やっぱり外の情報っていうのが一切入らなくなった、うん。はい。で、その当時僕、緑荘で4畳の部屋に住ましてもらって、うん、風呂なし、はい、まあ、トイレは水洗、和式、はい、洋式だ。違う、和式だ。どっちですか？うんこ座りの方です。はい。いやいや、まあ、大丈夫ですか？自暴自棄になってませんか？はい。中野さんと同部屋だったと。そうですね。はい、緑荘。裸電気。C、登る。りは、利尻昆布の利。はい。利尻昆布。さすがです。いえいえ。そこで出てこなかったです。利尻昆布、いや、出てこない。利尻昆布で。私、利益には走りませんので。はい、はい、裸電球で、うん、クーラーなし、うん。で、だからもう夏が暑かったのが一番辛かったですね。これ、1988年、9年の話ですよね。うん、8年の話、はい、です、はい。で、練習も当時は、もう入門したての1ヶ月ぐらいはもう何でも限界なんです、うん、スクワットも、腕立ても限界で、ベンチプレスやっても、割と限界で、はい、でも疲れが溜まって、寝れるのは寝れるんですけど、寝つきがもう、暑くて。暑くて。で、窓を開けると、その前が踏切あった、うん、電車が通ってた、はい。隣にいる中野さんにちょっと迷惑かけるかなと、窓をこう閉めて。はい、で、その中で寝てました。よく寝る、よく過ごしたと思いますね、その時は。まあでも田村さんよく言うように、うん、あの頃の経験があったので、うん、もし何かあったとしても、うん、あの頃の気持ちに戻れば、うん、何でもやり直せるんだってよくおっしゃるじゃないですか。はいはいはい、だから、それはそれですごくいい経験になったということですよね。いや、すごいいい経験です、うん。いい経験っていう、まあ軽々しい言い方じゃ申し訳ないんですけれども。うん、だから今は僕、うん、まあ、近年、2024年で近年猛暑が続いて、はい、まあ、37度、8度、うん。で、その時もクーラーつけなくても大丈夫。へえ、それはすごいわ。ただ、皆さんで真似して、され、うん、してほしくない。真似しないか。まあ、水分補給をとって、はい、暑い時は水シャワー浴びて、うん、で、体の熱を下げて、水分補給、うん。で、寝る時は、まあ、扇風機があれば、もう、幸せです。すごいですね。いや、だって、緑荘の時はね、うん、新人、僕新人。でも、今とはまた、暑さが違うじゃないですか。今、
もうめちゃくちゃ暑いですよ。暑いけど大丈夫です、うん。でも大丈夫。その当時の方が辛かったです。ああ、すごい。もう、コモドドラゴンみたいな人ですね。か、なぜコモドが出たんですか？いやいや、なんでもないですけど。すごいですよね。マイクチェックの時も、こう、いきなり言っても、いろんなワード出てきますよね。口から出まかせですよね、基本的に。いや、でも、浮かばないですね。で、その、ごめんなさい、新日本が嫌いなのかという話から今の緑荘の話に戻ったんですけども。うん、はい。はい。80年代の新日本は大好きだった。次です、ね。はい。だから情報がもうそこで1980年に新弟子の時はテレビもないので、うん、もう雑道場と寮の往復で、まあ、たまにお月で、前田さんのお月、高田さんのお月で週1回日曜日とかイベントに行ったりとかして、うん、はい。ああ、唯一ね、冬場になると、洗濯物が乾かないので、うん、道場から、黒い道場のロープに洗濯物を干す。はい。で、冬場になるトレーナーとか、はい。あの上の方が着るので、それがね、乾かないんですよ。うん。はいはい。T シャツだったら乾きますけどね。はい。はい、朝、それ、早く行って、ゴミ袋にそれ詰め込んで、で自転車で10分ぐらい行ったところにコインランドで、はい、そこにもう詰め込んで洗濯物を乾かす、うん、で乾かしてる間に、コンビニが隣にあったんで立ち読みして、うん、中プロちょっと見たりとかゴングを見たりとか、はい、少年ジャンプ、うん、いきなり専門誌から漫画になりましたけども、はい、そういう記憶があります。なるほど、はい、はい、じゃあ今回はこの辺でよろしいですか？はい、はい。じゃあ次の、次回は次のコメントをどんどん出て。大丈夫ですか？聞いてます？聞いてますよ。何か問題ありますか？じゃあ聞きます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。